ははい皆さんこんこにちは和楽器マルチプレイヤーの村沢ジョージと申します私もこの最近の新型コロナウイルスの影響を大きく受けた音楽家の一人で毎日家で自粛生活を送っているんですがまあそこでこんな機会なんであの普段忙しくしてゆっくりお話しできない人とか、まあ、長らく連絡を取っていないアーティストの人たちと対談してみようかなということを思いつきました。 まあこの企画はですねあの例えば YouTube の登録者を千人にして収益を出そうとか、まあ、そういったことは一切考えていませんのでまあ話の内容も緩かったりですねマニアックな方向とかあさっての方向に飛んでいく可能性が非常に高いですけれども、まあ、そこの辺ご理解の上ご視聴いただければと思いますでは、えー、早速ですが第1回のゲストはですねそんな緩い企画に快く ご賛同いただきました作曲家の青垣雅宏くんをお呼びしていますこんにちははいこんにちは青垣ですはい久しぶりですねこうやってしゃべるのも本当にえー、僕は今あの自宅の福島県郡山市でしゃべってますが青垣君は今現在、はいえー、フランスのパリに在住ということで、はいはい、はいはいそうですね今衛星中継というか国際電話で収録している状態ですけれどもあの パリはあの日本よりもは、ね、るかにこのコロナウイルスの影響を大きく受けた国の一つですけれどもこのコロナウイルスの騒動が始まってからどんな感じで生活を送ってますか、あのー、?3 月の17日から、まあ、いわゆるそのロックダウンっていうのが始まって、はい、で、あのー、外出はまあ基本的に禁止なんですけど。 はい、必要必需品の買い物であったりとかあとまあ病院に行くとかあとなんかそういういくつかの,その条件があればその許可証を携帯していればまあ少し外出は認められているっていう状態がずっと続いていてなので基本的にはもうずっと自宅にいると<ー>そういうことであの全然。 何ももややることもなくっ <laughs> っぱり暇暇暇て感じでですよ、ね、<laughs> 本当に音楽家にとってこんな暇な期間って一生の間にないんじゃないかっていう感じですね。うん、であの今更ですけど僕と青垣くんはですねなんでこの二人が対談なんだろうと思った方もいらっしゃるかもしれませんがあの芸大附属高校時代からの,の同級生なんですよね芸大の。はいそうですねえ。だからもう初めて 出会ったのは15歳の時っていうことになるんですけど、うん、あの芸大附属高校っていうのは学年40人しかいないものすごい小さい学校で、うん、作曲専攻っていうと僕らの時代は学年に1人、まあ、多くて2人とかそういう感じで,、ねうん、で僕はあの思うんだけどあの芸校に作曲家で入るってことはもう中学生の時に自分は作曲家になろうとそういう気持ちがあったってことだよね。<laughs> そ,うそれって、まあ、どういうきっかけっていうか、うん、なんでそういうふうに思ったんですかもともと自分はその、まあ、多分多くの人がそうであるようにピアノから音楽を始めてでただそれも全然なんて言うんだろう大体、うん、どうだろうなでも23歳とかからやっぱりそれぐらいちっちゃい時からやっぱりやっ始める人が多いと思うんだけどうん、うん、ピアノとかバイオリンとか。うんうんうん うん、うん自分の場合すごく遅くって小学校3年生の時にピアノを始めてでその時にでもしばらくしてからもともと何て言うんだろう自分がその与えられ先生からこう与えられたこう課題をこう自分でこう弾いて持っていくっていうよりかは、うん、何かこう自分でこう作るっていうことの方に。 興味がその時からちょっと向いていたところがあって、うんうん、でまあそういうことをそのピアノの先生に話したら、うん、当時その地元で東京芸大のう作曲家出身の先生がまあ作曲を教えられていてその先生を紹介していただいてで小学校5年生の時からまあ作曲をその先生に習い始めてでまあその時はだから その、その先生が。東京芸大の出身だったっていうこともあって。うん、うん、まあ、芸大。を目標にしていたんだけれども。まあ、その先生が、実はその付属高校っていうのもあるんだよ。っていうことを教えていただいて。うん、興味を持った。という感じかな。うん、なるほど。うん、あの、作曲家。僕ら、あの。楽器演奏する人たちは入試っていうと。まあ、当然、だけど。はい、あの、試験。受けに行って。 最初に何曲か演奏してとかそういうスタイルだけど、うん、作曲家はなんか全然違うんだよね僕びっくりしたんだけど聞いてそう作曲の場合はなので、まあ、作曲といえどその完全にそのオリジナルな作品を作るっていう試験は実は付属高校にはなく附属高校の入試にはなくって一次試験はその和製というものを一次試験で和製をやって 2次試験が今は変わってるかもしれないけども2、うん、二次試験は自分の時はその伴奏付けっていうものがあって、うん、まあそれはつまり個室でうーんどのくらいの時間か忘れちゃったけど個室にちょっと一定時間閉じ込められて、うん、えーとメロディーだけがこう書いてある試験問題を渡されて、うん、で頭の中でこう伴奏をつけて。 その後こう先生方の前、うん、作曲家の教授陣の前でピアノで伴奏をつけながらそのメロディーを弾くっていう試験があって<う>その2つがまあ作曲の試験だったえー、それを中学生がやるわけだもんね。ねちょっと僕らからすると考えられないんですけど。うん、いや今思っても、うん、中学3年生であの。 あれをやるっていいいうのはは結構うん難しいとは思いますねねいやや全然、うん、やっぱり違うんだ、ね、うん僕たちとまあちょっとねあのせっかくだから芸妓時代の思い出って話したいところですが、ね、どうしても、はいあのね、高校生男子の思い出ですから好の <laughs> な香りもしますしそこはまたの機会ということでね <laughs> まあここで <laughs> ここでせっかくなのでね青垣君の曲を一つあの紹介してもらおうかなと思いますが。うんえ 作曲曲家ののの方から、えー、曲の紹介はいえっ、ー、とーじゃあまあ一番新しい一番最近書いた曲なんですけれども「アラブ・ストル」というタイトルの曲をちょっとまあ紹介したいなと思います。でこれは、はい、ハープと、えー、ハープ打楽器ビオラチェロコントラバスっていう50奏で。 でまあハープがソロっていうあのハープが常にソリストというわけではないんですけれどもかなりそのハープが重要な位置を占めていて特に後半、うん、ハープがこう目立って活躍するような曲です。でこれはその今在籍しているパリ国立高等音楽院で2月末にあのフランスの、えー、現代音楽アンサンブル であるそのアンサンブル・アンテル・コンタンポランのメンバー5人によって初、うんえー、演されたものですなるほどじゃあ聴いていただきましょうはい。<noise> お聞きいたただきました、えー、この曲はあの最後までねあの青垣くんのサイトで聴けるそうなんであの動画説明文の方にリンクを貼っておきますので最後まで聴いてみたいという方はそちらお尋ねいただければと思います、はい、えー、そしてですね、えー、次の話題は何と言っても今日一番お話ししたかったところなんですが <laughs>、えー、あの芸大附属国を卒業して大学に行くとあの僕たち日本の楽器やってる邦楽家の人たちと作曲家っていうのは<ん>、まあ、黙ってればほとんど関わりがない。 ですよね、全然ないですねだからあの学校生活でこう会ったり喋ったりっていう機会を激減したんですが、うん、あの4年生の時に、まあ、それは作曲だけじゃなくてどの専攻もあの卒業試験みたいなのがあって、うん、あの前期の、えー、試験を学内演奏会後期の試験を卒業演奏会といってまあ総額堂という大きなホールで。 僕たち演奏会で、えー、曲を演奏してそれが試験になるというシステムなんですが作曲家の場合はそれは作曲ってことになるんです、ね、そうで多分その楽器の人たちと違うのは楽内演奏会は、うん、作曲ももちろん4年生の時必修でそれに対して単位は出るけれども、うん、別にその試験っていうほどの何、うん、て言うんだろう,こう重みはないというか。 あ,そうなのあのうん、うん、卒業制作卒業作品の提出の方がずっと重要というかほとんど4年生の時はそれかなっていう、うん、あなるほどうん、うん、それであの学内で提出された作品は演奏会で発表されるんだよねはいそそうでその時に 青垣君が書いたのが「えー、十四源独創のための『主湯』という作品だったわけで、えー、僕が演奏させていただいたんですが、はい、そもそもこれ、はい、なんでまあそうあのーまあ、厳密に言えばその1作品だけ選ばれて初演がされるけども,、うん、もちろんそう全員ではない。 っていう。つまり、その四年生の試験で、うん、まあ、公に作品が発表される機会っていうのは。はい、まあ、公にはそれ一回っていうことに。なるとうんだけどそういうことになるかな。なんで、そんな、なんでって言ったらおかしいけど、そんな大。事な演奏会で、重資源の独奏曲を。書こうというふうに思ったんでしょうか。あのー。これはすごくなんか、いくつも理由があって。はい。うん。もともと、その邦楽作品。邦楽器のために、その。 あの何か作品を書くっていうのは実は高校の時からずっと思っていて、うん、うんずっとこう書いてみたいなっていうのは思っていて、うん、っていうのもやっぱりそのさっき言ってたように一学年40人しかいないクラスに法学専攻の人とこうやってこうなんて言うんだろういろんな意見が交換できたりとか一緒にいる機会っていうのがまずすごくレアだったと思うし。うんうんうん まあその時からすごく興味はあったんだけれども勝手にやっぱり自分でこう、うん、そのやっぱりその自分がこう今までこう近くこう接してきたようなピアノとか、うん、あるいはまあバイオリンとかそういう西洋の楽器に比べるとすごくこう距離を感じていて、うん、その楽器、うん、その方楽,楽器のために書くっていうことに対して、うん、なかなかこう何て言うんだろうな。 手が出せなかったようなところはあるんだけれども、うん、あの楽内演奏会っていうのはあの自分でそれこそあのそういうふうにソロもかければ。うん まあ自分でその奏者を見つけてくればすごく大編成も書けるっていうことでかなりこう自由度が編成の意味でもすごく自由度が高い演奏会っていうのもあるしうんあともう一つはその,その前に書いたのがつまり3年生の終わり頃に書いたのがその初めてのオーケストラ作品だったんだけれども次オーケストラの作品を書いてその後 まあじゃあ楽な演奏会で何を書こうかっていうふうになった時に意図的にそのオーケストラっていうものからこうかなりこうせまあ言ってみれば正反対のような方楽器の,そのまあ17弦のソロっていう正反対のものをこう書いてみようかなっていうのがちょっとその時ずっと思ってたかな。なるほど であのそれまでじゃあ邦楽器の作品ってのは書いたことなかったってことですかねそうだねそううんなかったそうなんかその、うん、そういうことを考えてるっていうあの連絡をもらった時にその、うん、まず楽器のこと何も知らないから本で勉強してで実際に楽器を見たいっていうことでその法楽家の縄張りに来てもらって実際にこう楽器を見せたんだよね <laughs> はいはい僕の道具化して触ってもらったりもして でその時、うんうん、青垣くんがかなりあの細かいところまで、これはどうなんだ、これはどうなんだっていうふうに、かなり、えー、細かいところまで質問してきて、だから、そ,うその打ち合わせが終わった感想としてはあ、ここまで楽器のことよく分かってくれるんだったら、うん、さ,さぞあの,その、なんていうのかな、演奏しやすい曲が出来上がってくるのかなっていうふうに、僕としては思ってたんだけど、<laughs> うん、なんかね、はい、届いたら、 びっくりね楽譜見て驚愕しましたけど <laughs> まあその発想が逆というかあの楽器のことを教えたがためにあの物理的な限界をね <laughs> これは物理的に可能でしょっていうその限界を攻めた作品が出来上がってきたということで,で、ね、非常にね私としてなんていうんですかねいやー焦りましたねあれは <laughs> でなんていうかすごいボリュームのある作品だったんですね全曲18分弱ぐらいあるような <そ>う作品でだったそうそれは自分としても予想外だったかな、うん、そんなに長い曲を書くつもりも実は最初はなかったからうんうんそうそれで、うん、そうあの曲もらって練習始めたんだけど僕28年29年生きててあのこれ本番までに間に合わないかもしれないって不安になったのはいまだにあの曲1曲限りですね <laughs> すいません <laughs> いやいやそれぐらいまあ難しかった作品なんですけれども、うん うん、あの時は、まあ、あの作曲家のね大垣君の担当の先生にも聞いてもらったり、うん、とても非常に貴重な経験をさせてもらった期間でしたけど僕はあのそれで当日演奏会を迎えてびっくりしたのが、うん、あのこれ言っていいのかどうかわからないけど,どうぞ僕らの,その法楽科の試験に比べてお客さんがすごい多かったんだよね。うんうん あ,そ<う>あのー、これはうん音楽家はさ、あのーうん、学生は全員しゅ、あのー、聞きに来なきゃいけないのかなそのいやまあお手伝いにスタッフになってる人はほとんどああそっか、うん、なんかね作曲家の場合はこれ、まあ、今もそうかなあの学生が学内演奏会に出席しなきゃいけなくて絶対<あ>聞きに来ないといけなくてそ、ね、うん、つ,つまりもともとお客さんがあんまり来ない からあのだからそう出席しないと学内演奏会とかあとモーニングコンサートとかの、うん、モーニングコンサートの,その作曲の新曲をやる会とかは出席を取って<ー>そうそうでそれ出席が足りないと自分たちが学内演奏会つまりまあ4年生とかになった時に学内演奏会に出品する権利が 出席不良だとなくなるとか、はあ、な,なんかそういうのがあ,るあったえつまり卒業できない可能性があるっていう感じうんだからそうあのあ<の>モーニングコンサートとか楽内演奏会の出席不良で5年生確定みたいな人もいたあなるほどね、うん、まあ言っていいのかねこういうの、ね、え大丈夫大丈夫全然大丈夫大丈夫かな <laughs> はいなるほどそれでその僕がそのものすごい緊張してたわけだけどその舞台に楽器が、うん、え後輩にお手伝いお願いして用意してもらって よし、うん、行きますって言って僕が出てった時の拍手にものすごい驚いた、うん、まだ弾いてないのになんでこんな拍手喝采なんだろうと思って <laughs> で客席見たらものすごい人が多いっていうあ作曲家の公開試験ってこんなに人が来るんだと思ってびっくりした記憶がね <laughs> あります <laughs> というわけでこれ当時のその演奏会で弾いた録音が残ってますのでねちょっと聴いていただこうかなというふうに、うんえー、思いますはい 青垣君の作品で主流お聴きいただきましたけれどもなんて言うんですかね今思い出しても背筋がゾワゾワするような <laughs> 感じですねまあ、ただねやっぱりあの逆に言えばこれだけあの苦労してねまあ、作ったというかもちろん作ったのは青垣君なんだけど自分の演奏という意味でも非常に時間をかけて取り組んだものだったからまあ、いつかまたぜひ演奏したいなというふうに思っていますありがたいありがたいです、はい えーね、もうあっという間に時間が過ぎてしまいましてそろそろお時間という感じになってきましたね<れ>、えー、全然話し足りないね、はい、こうやってやってみると本当に確かにねあと50回分ぐらい喋りそうな感じがする <laughs> まあそれはねまたあの皆さんの反応頂い,いてういということにしたいと思います、うん、まあ最後にこんな時期ですけど青学の今後の活動というか、はい、思惑というかのうん何かあったらそうだな だからなんかこれから初演予定のものとかは結構中止やら延期やらで本当に最近は次のプロジェクトに向けて何かこうモチベーションを準備できないもんねうんうんっていうのがあるんですけど、うん、まあそういう今後そのプロジェクトとして実際書くのかどうかはちょっとわからないんですけど、うん、今すごくあの声楽作品 を書きたいと声の曲を書きたいっていうのはすごい思っていてうんうん,、うん、うん,なんかまあ実現すればいいなぁとは思ってるんですけどそのぐらいちょっとふわっと、うん、したことしか今はか何を言、ね、うかね、うん、早く世の中が元通りになってくれないとっていう僕たちとしてね、うんうん、ところですけど周囲もねもう一回弾きたいと言ってもまずはそこですね。本当に演奏会ややら何やら何また まあ,元まあ完全に元通りっていうのはまたちょっと違うかもしれないけれどもうん,うんでも本当にあに早く収束することを祈るしかないかなそうですね今はねあれいつまで、うん、留学はいつまでの予定なんですかえっと留学を今3年目がまあもうすぐ終わってだからあと2年二年ちょっと残ってる長いかな学校時代んにはうんじゃあまた日本に戻ってきたらね、うん、なんかやりましょう、うん その前に、まあ、飲むのが先ですけど、楽しみにしてます。合はいはい。そうですね。じゃあ、本当にね、第一回で道筋のない、なんかお話になりましたけど。また機会があったら、ぜひ。ということで、え、今日はこの辺で、ね、さよならにしたいと、思います。今日はね、あの、フランスのパリから、青垣正弘君に登場していただきました。え、私は、村沢、ジョージでした。え、ありがとうございました。また、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。